眠れるラジオ。褒めてほしいのコーナー。こんなに頑張ってるのに誰も褒めてくれないなとか、褒めてはほしいけど人に言うほどでもないかなとか、そんな出来事を送ってください。僕があなたのこと最大限褒めさせていただきます、なんてコーナーです。今日はね、ちょいほろ酔い状態でのラジオでございます。お手柔らかにという感じで進めていきたいと思います。さあ早速最初のお便りね、いっちゃいましょう。東京都お住まいのラジオネームつやつや卵さん、こんばんは。いつもラジオ楽しみにしています。私は今月、分厚い文庫本3冊読破しました。もともと本を読むことは好きですが、他にも趣味があり月1冊くらいしか本を読む時間が取れていませんでしたが、今月はたくさん読むことができました。普通の人って普段どのくらい本を読むのかわからないし、自慢げに話すほどのことでもはないかなと思いましたが、個人的に達成感に満ちているのでガスケツさんに褒めてもらいたいなと思ってお便り書きました。長文失礼しました。寒い季節になるのでお体気をつけてお仕事頑張ってください。ありがとうございます。わーすごい、ブコボン3冊も読めない。俺まず活字読めないのよ。活字読めないいやなんかさ、本好きな人ってずっとさ活字読んでる人いるじゃない。いやすごいなと思って、俺にはできねえと思ってね。いやあのね、たまに買うのよ、読みたい小説あって。最近あの中国のさ SF 小説3体っていう小説を買ったんだけど、なかなかちょっと手つかなくてね。あれも読みたいのよ、すごい読みたい。めちゃめちゃ面白いらしいよ3体。今度映画化するらしいんだけど、さすがにそんなに褒めてる人がいっぱいいるなら読みたいなと思って買ったんだけどね、なかなか読み進めらんなくて、想像力が欠如してるのかななんて思いながらね、でさ、まあそんなこと思いながらね、だからまあちょっとね今回の話と関係ないんだけど、最近その活字の話で驚いた話があって、まあ1ヶ月前かな、2ヶ月前ぐらいに、ライ麦くんと、あと、東正直さんっていう、TikTok で小説を発表してるっていう、結構ね、変わった活動をされてる方がね、いらっしゃって、で、その方が2人でやってた、スペースにね、僕ちょっと、ポロッと入れてもらえて、で、ちょっとお話ししてたんだけど、で、東さんって方はさ、本当にその、自分で出版社立ち上げて、本も出版されてるっていう、いや、すごいよね。まあ、なんか僕より年下なんだけど、そんなすごい活動されてて、うわ、すげえなと思ってたんだけど、なんかその流れでさ、ガスケさんもうちで本出しませんかみたいな。ね、で、もう僕はそんなもう全然自信もなんもないから、いや、もう僕ね、文章も書けなければ、まず本をそんなに読まないんですって。言ったら、いや僕も全然読めないっすよって言われてマジかと思って。でさ、でも東さんなんてさ、まあそれこそ TikTok で、まあ、鬼バズりしてるわけよ、その TikTok で小説出して、でしかも自分の出版したね小説もまあすごいいい評判で売れててみたいな状況の中でさ、活字読まないんだって。才能だよね。だ俺な、すごいなと思って。俺なんてさ、今映像制作の仕事してるけどさ、で俺自身はさ結構映像に結構触れるタイプの人間で、まあ映画もよく見るしドラマもよく見るしね、 YouTube、TikTok なんかもまあだいぶ見るとね、だからまあ結構インプットはあるから、まあ、なんとかねギリギリ仕事にできてるっていう状況の中でさ、活字読まないのに小説出して売れてる、すごいよね。やべ、この話で4分経ってる、やばいねだいたいコーナーは10分前後かなっていつも思ってるのにもう4分経っちゃった、ね、次行きましょうかね。つやつやたまごさんありがとうございました。いやもう本読める人って本当にすごいと思います。もう僕もう大尊敬です、ありがとうございます。では次行きましょう。福岡県お住まいのラジオネーム推しの花を滑りたい JK さんですね、ありがとうございます。ガスケさん、いつも寝る時のお供として聞きながら寝させてもらってます。早速なんですが、前から痩せなきゃと思いつつも行動に移すのができなくて、行動に移せたとしても三日坊主になってしまってました。
しかし最近自分に合う筋トレなどを見つけて4日目を達成しました。私の周りの友達は好きな人がいるか彼氏がいるかの友達ばかりですが、私には好きな人も彼氏もいません。それでも好きな人ができた時や彼氏ができた時のために頑張る私を褒めていただけたら嬉しいです。筋トレなぁ、よう続くわ。ああね、僕ね結構ね筋トレグッズ買うんすよ。まあまあ買いますよ。腹筋ローラーとかね、あとプロテインなんかも買っちゃったりして、やっぱ形から最初に入るタイプですからね、買ってさ、であとリングフィットアドベンチャーなんかもね買って、もうリングフィットアドベンチャーなんてもう半年以上起動してないかなね、クリアもしてません。まあなんかストーリーで言うと、まあなんかね4人ぐらいね、なんかこう四天王みたいなやつがね途中で出てくるんですけど、もうそのあたりまでですね。だすごいな、筋トレ続くのすごいなっていうかね。いや僕もさ、今年はもう本当にもう恋愛なんてどうでもいいよっつって、もう仕事に生きようっていうね年にしようって決めたもののさ、まあやっぱりさ、あーちょっとそろそろ彼女欲しいね、頑張るかみたいなねタイミングになったとしてさ、お腹ぷよんぷよん、本当にぷよんぷよんですね、えとんでもないですよ本当に。つれえマジで。今年こそは大根がおろせるぐらいのバキバキ腹筋を手に入れてやろうと、毎年思ってるんだけどね、思ってるだけ、うん、弱えな意志がね、ただもうちょっともう今年はマジ腹筋なんてバる気はない俺はもう。たださ、なんかツイッターで流れてきたねやつなんだけど、東大生とかさよくさ、いや学歴なんて結局関係ないからとか言うじゃん、東大生の人とかで、あとお金持ちの人とかもさ、いやお金あっても別に幸せじゃないよとか言うじゃないね。えたださ筋肉あるやつはさ、筋肉はいいぞって言うじゃん。これやっぱり筋肉なんだろうね、必要なのは、人間にとって必要なのは筋肉なんだろうねって。やっぱ筋肉はね裏切らないですからね、やっぱね、一生一緒ですから、もうちょっと、いずれ頑張りたいっていうね気持ちだけ、表明しておきますと。はい、ありがとうございました、ね、頑張ってね推しの鼻滑れるといいですね、筋トレの結果ね。はい、ありがとうございます。では次行きましょう。台湾お住まいのラジオネームマオンヌさん、ガスケツさんこんばんは、単刀直入にいます、実績解除と迷いましたが褒められたいので褒めてください。私は台湾の大学の英語学科に通う大学3年生です。最近英語の家庭教師を2件持ち始めました。どちらもインターナショナルスクールに通うお金持ちの子供で、一人は小学1年生、もう一人はなんと3歳です。元から教師を目指していたのですが、教材準備、親御さんとのコミュニケーション、何もかもが初めてのことばかり。初授業は3歳の子で、親御さんが見ている中での授業でした。まだ集中することも難しく、言うこともなかなか聞けないお年頃で、授業後のエレベーター待ちの時にご両親がその子を怒鳴る声が聞こえた時は本当に泣きそうになりました。それでも2人の子を受け持ってからというもの、空き時間は手書きの教材を作ったり、その子たちにどう接したらいいか、何を準備したらいいかなどとずっと考えるようになりました。もしかしたら教師になる上でこんなことは当たり前なのかもしれませんが、未経験から一気に2件の掛け持ちを始めてちょっと成長して頑張ってる私を褒めてください。長文失礼いたしました。まず台湾で英語学科ってことはさ、台湾だから中国語で英語学んでるってことでしょ。もう意味わかんない、もう意味わかんないで、すごい、すごいすごい、もうねずっと言ってるけど、俺あの第二外国語中国語だったけど唯一覚えてるのがタイラーラね、これ辛すぎるって意味なんですけど、もうそれしか覚えてない、本当にね、すげえ。三カ国語操っちゃうの、トリリンガルってやつですか、すっごい。日本語ですら不自由ですよ私は。本当に
いつも大変だなって、人にね伝えるって大変だなって毎日思いながら生きてるね。すごいな。しかも3歳の子に英語教えてる、台湾で、超人ですね。はい、本当にすごい。あーでも怒鳴る、3歳の子に怒鳴ったってね、そりゃできないですよ。うん、俺だって怒鳴られてからってできないことができるわけじゃないし、うん、怒鳴られてもできないものはできないです、僕も。はい、まあ、3歳の子なんてなおさらですよね。3歳の頃なんて俺何を思ってたんだろうね。英語のことなんて一度もひらがなかけただけで嬉しかったしさ、なんかやっぱり未だに覚えてるのはさ、脱いだ服を俺ゴミ箱にボーンって入れたのよ、3歳の時に。俺が覚えてるこれ最古の一番古い思い出なんだけど、脱いだ服をゴミ箱にバーンって入れたら怒られたの。そこで、あ、服ってゴミ箱に入れると怒られんだなって思った。でこれが俺の覚えてる一番古い記憶なんだけど、もうそんなですからね、3歳、僕の3歳の頃ってね、大して犬と変わんないですよね。なんか、あ、クッション噛みちぎったら怒られんだなみたいなね。はい、なんかその3歳の子もすごいなってちょっと思っちゃうね、こう聞くとね。マオンヌさんなんてマジ超人ですけどね、うん、はい、ありがとうございましたね。これからもね、頑張りすぎず頑張っていただければなと思います。はい、ということで、褒めてほしいのコーナー以上となりまして、眠れるラジオスタートです。ガスケツの眠れるラジオ、皆さんこんばんは、そしておやすみなさい。眠れるラジオ、ガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽を一緒に聞いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聞いていただきありがとうございます。このラジオで寝落ちできた方はぜひね、明日もこのラジオで寝落ちしていただければなと思います。そして聞けなかった部分なんかはね、明日の良き時間に作業中とか帰宅途中とか聞いていただけたら非常に嬉しいななんて思っております。よろしくお願いします。なんかほろ酔いどころかわりかし酔ってきたね。ちょっとしんどい感じになってきたね。大丈夫かな。よし、よしよしよし。まあね、まあそういう時もありますよ。頑張って頑張ってやっていきましょう。ちょっとね、前回のコメント欄でもね、読んでいこうかなと思いますけれども、カズミンさんですね。1500% タイムリーにも我が家の開かずのクローゼットから発見。多分うちの長男が学生の頃隠したやつ。今度長男が帰ってきたら誰をしか聞いておきます。これはめっちゃ聞きたいけど、ちょっと恥ずかしいんだろうな。ちょっとやっぱ母親に 1500% 見つかるのちょっと恥ずかしいだろうな。いやちょっとね、俺も覚えてんのよ。1500% こう買ってて、一回母親が、これ何なのこの漫画って言われて、俺母親に、あ、何読むって言って差し出したら、ちょうどね、確かね、その主人公の真中純平と北王子さつきちゃんっていうキャラが、ま、ちょっとチューするシーンだったんですね。で、一言母親がさ、うわって言ったの。なんかね、それめちゃめちゃ恥ずかしかった。もうやだーって、もう面白いんだぞってね、当時のガスケツ少年は思いましたけど、ちょっと恥ずかしいよね、やっぱ親に見られるのはね。まあそこら辺取り扱い注意な感じで、息子さんに聞いてあげてください。まあ、何度も言ってますけど、ガスケツの推しは向井小杖、向井小杖ちゃんです。よろしくお願いしますと。次、43番さんね、こんばんは。先日はお便り読んでくれてありがとうございました。 1500% は世代すぎて激アツでした。こんばんは、久しぶりに読んで夜更かししようと思います。ちなみに僕はやっぱり東条彩葉です。あー、出た、同世代、やっぱね、こういうことですよ。もうずっと言ってますけど、そう、 1500% で西の派か東条派かで大体語れるんですよ、我々世代ってのは。
ね、あなるほど、登場派、ま、僕もね西の派か登場派かで言うと、まあ登場派ですかね、どちらかというとね。まあとはいえね、向井梢ちゃんが僕は好きなんですけどね、向井梢でございますね。はい。なるほどね。はい。パピプペポさんね、親が買ってきた某漫画雑誌にイチゴ 100% があって、途中まで楽しく読んでいたのに突然出てきた大きなパイに、小学生ながらこれは大人の漫画雑誌だったのかと高校の時に友達に言われるまで避けてきたことを思い出しました。おやすみなさい。まあなんかそんなシーンもありましたかね。僕は全然興味ないんですけどね、そんなシーンにはね全く興味はないんですがね。まあ週刊少年ジャンプでね掲載されてた漫画なんでね、そんなですから。ただね、とはいえねちょっとびっくりしたのが、YouTube ってさ、この動画から何人チャンネル登録が増えましたっていうのが見れるんだけど、だいたいうちのラジオはまあ50から100ぐらいなんですよ、だいたい1個のラジオでね。なんですけど前回の放送に限ってはマイナス4っていう結果が出てたんです。マイナスっていう結果が出てまして、あこれちょっとやってしまったかなって、やっぱりイチゴ 100% 語りすぎたかなっていうね、まあ、反省があるんですけども、まあそんなことにはめげず、僕は自分のしたい話をするっていうスタンスは変えずに行こうと思います。はいね、ということで、はい、ありがとうございました皆様コメント。その他にもね、ウリちゃん、大阪の人さん、ジャムコさん、ポコパンさん、ハムタンママさん、ケントさん、柳沢さん、モフカフェさん、ポポンポンさん、ユズさん、ナオ246さん、ムニエイチさん、ミセスヒシュジさん、カビルンルンさん、ミドリカエルさん、イチさん、ショウカミさん、スラッシュハイフンさん、ガスミツさん、ガスミツって名前の許可をお願いします。あとこれからも動画楽しみにしてますということでね、はい、ガスミツ公認です。エリさん、イトデクさん、パピプペポさん、お眠り屋のライムギ、ライムギくんありがとう、レベル99の天才さん、ルリさん、43番さん、リッツさん、バクフーンさん、コンコユズキさん、まつりさん、パピプペポさん、言ったっけ、流されずに率直にコメントする人さん、おお、まあ、眠れる歌うなら CM 入れんなよ、全然寝れんわっていうことですけど、まあね、ごめんね、多分途中で流れたとしたら多分 YouTube のバグだと思うんですけどね、僕最初にしか入れてないんでね。ただな、だんだんまあ多分ね、この名前からしてさ、まあ、ちょっとこう逆張りコメントみたいなのよくしてるんだと思うんだよ。まあうちの動画だったら眠れるラジオって言ってんのに、でみんな寝れるって言ってんのに、でも俺は違うコメントするって、寝れねえよって言うっていう、あとこうみんな面白いとか言ってる動画にこれ何が面白いのとか多分書くとかね、多分そういったアイデンティティをお持ちの方だと思うんですけど、いや分かるんだよ俺この人の気持ち。俺もどっち昔そうだったの、俺はみんなと違う、俺はすごいんだって、思ってた類の人間なので、この人がやってることはすごく理解できるんだけど、こんなところで発散するな、なその気持ち。君にもなんか得意なこととかあるだろ、そっち伸ばして、あいつはみんなと違えなって思われるように頑張りなよ、な絶対その方がいいよ、君なら絶対できるよ、本当に頑張れ、ありがとうね、でも聞いてくれて。はい。その他あと、いつもの、ロシア人の猫の動画をいつも貼ってくる謎の売名の人、コメントありがとうございました。番組ではあなたのお便りをお待ちしております。お便りは概要欄に貼ってあるお便りフォームから送ってください。募集しているコーナーもそこに記載ありますので、読んで送っていただければなと思います。はい、ちょっと寝るテーマは今日もなしで、なんか特になかった。
待って。まあいいや。まあいいや。ちょっと、なしで。はい。ということで、しばらくヒーリング音楽を聴きください。
はい、ということでね、ぼちぼちお話しさせていただきますけれども、大丈夫でしょうかね。今寝てる人起こさないように静かに静かに話し始めるということをね、毎回毎回やっておるわけですが、はい、まだちょっとそこそこ酔っているという状況なんですけどね。実は一つ年を取ったんです。私も28になりました。もう若くはない、そんな年になってしまいましたね。え、早いね。もうなんか完全なるアラサーって感じですね。もう完全にね。いやー、そんなことでさ、ただもう本当にここ数年はさ、なんかこう誕生日祝われるのって僕すごい苦手だったんですよ。なんかいや別にめでたくはないよねってずっとなんかそういう考えがあったから、まあだからなんか LINE とかさ Facebook とかさ誕生日設定するとみんなに通知いくじゃない。だからそれも全部オフにしてさ、なんかいいやみたいな、別に祝われなくていいやって、もう普通の一日として過ごそうって思ってたんです、ずっと。でまあ今年もそうで、うん、もうとっくにね誕生日迎えたんだけど、まあ SNS とかでも特に言わないし、まあなんかことさらに言わないっていうスタンスをこう守り抜いてきたのね。守り抜いてきたというか、まあそういう感じで生きてたんですけど、まあだから毎年本当に親戚と母親、まあでその時にまあ付き合ってる彼女とかがいれば彼女も、だからそのぐらいしかね僕の誕生日祝ってくれる人って今日いない感じだったんです、ここ数年ずっと。別にそれはそれで全然いいなと思ってたんですけど、でさ今年さまあ誕生日の日にさ、まあもう普通に何も考えずに、まあ、事務所に行ったのね。で、まあ、僕は今仕事場を借りてて、僕ともう2人シェアオフィスで借りてて、まあ、3人で借りてるんですけど、事務所行ったらさプレゼントが置いてあんの、うん、ハッピーバースデーっていい1年にしてねって書いてて、で開けたらなんかその僕がウイスキー好きなの知ってるから、なんかちょっといいウイスキーが入ってて、なんか感動しちゃって俺は何を社に構えてたんだってね。あ、そっか、誕生日祝われると嬉しいんだって、なんだろうねこの気持ちねうん、でもなんかすごい嬉しくてさ、もうだから来年からは俺は誕生日が来たらもうバンバン言ってこうと思ったね。なんか今日誕生日でーすってツイッターで誕生日でーすって言ったりとか、すいません皆さん、ガスケス誕生日ですので、こちらの送り先に何か送ってくれたら嬉しいなーとかね、言おっかなって思ったね。こんな嬉しいならね、まあ、そんなことを思いましたが、ガスケスの誕生日は2月3日でございます。皆さんぜひ覚えておいてくださいね。多分また忘れるんで僕、告知というか誕生日風吹かせんの絶対忘れるんで、ちょっと覚えといて、ね、基本的には誕生日どうでもいいっていう考えはあんまり変わってないから、ぜひともね来年は盛大に祝ってほしい。いいですか皆さん、ちょっと甘えちゃっていいですか、ごめんなさいね、お願いします。では、ちょっとふつおたいきましょうか。関東お住まいのハヒフヘホヘホさんね、お便りというか質問です。ガスケツさんのお仕事ってもしかして国語教師ですか？違っていたら申し訳ないのですが、私の母校の先生の声にそっくりで、毎日聞くたびに先生の顔がよぎるのでなかなかに気になってしまいました。いつも寝るときに聞かせていただいております。
もやもやしすぎてそろそろ眠れなくなりそうなので読まれてすっきりできることを祈っております。もう一個いきます。神奈川県お住まいのラジオネーム黒猫さん、こんばんは。いつもガスケツさんの声を聞いて癒されてます。何か似てるなと思ったのでお便り送ります。ピーピングライフっていうアニメみたいなやつの白飯さんっていう人がいるんですけど、その声がなんかガスケツさんに似てるなと思いました。もし違ったらすみません。違ったらぜひ声を聞いてみてください。これからも楽しみに応援していますね。どっちも違います。ガスケツはね、あんまり人と関わらないような仕事をねしてますので、特に学生の方とはもう全く関わりがございませんので、はい、ね、皆さんの先生だったりはしないですし、ちょっとこのピーピングライフの白飯さんだけちょっと聞いてみるか。ちょっと待ってね、白飯さんね。はいはい。まあまあ美味しかったね。これ似てる？似てるこれ。大丈夫だ、ね、大丈夫、ね、大丈夫、ね、週3で豆腐とかにしたら大丈夫、全然。週3で豆腐とかにしたら大丈夫。似てる？はい。ガスケツ、俺なんかね、似てる人いる？もっとなんか知りたいな。わかんないんだよね。自分の声ってね、あんまこう客観的にはわかんないからね。まあ、聞きたい。はい。皆さんも教えてください。次行きましょう。ラジオネーム箱さん、ガスケツさんこんばんは。今までどんな人でも嫌いになることはなかったのですが、こういうことを言う人本当に苦手という人ができてしまいました。あなたって何々って考えの人でしょとか、何々って考える癖があるよねとか、あなたは私の何を知ってるのと言い返したくなります。この言い方してくれる方は心理学かじってる方に多いです。もちろん気弱な私は何も言えませんが、ガスケツさんが苦手な人ってどんな人ですか。バーナム効果でしょ。バーナム効果、特に占いとかでよく使われてる手法ですよね。うん、誰にでも当てはまるような事柄をこう言ったら、あ、確かにってなっちゃうあれでしょ。うん、なんか例えばさ、君多分友達浅く広くってより狭く深くって感じでしょとかね。まあなんとなく誰にでも当てはまりそうなことを言っとくと、あ、確かにこの人私のことよく分かってるってなっちゃうあれね。まあただそれは箱さんには全く通用しませんけどねっていう話ですよね。うん。俺の苦手な人か。なんだろうな。まあ、でも俺もあんまり苦手な人ってあんまいなくて、なんかね、最初の印象悪くてもさ、話したらいい人だったなんていうこともよくあるしさ。やっぱ俺マルチ商法の人はやっぱ嫌い。本当に嫌い。マルチ商法の人だけが俺本当に嫌。もうなんか、あ、そういう金儲けのために仲良くしてたんだみたいなの本当に辛いよ。ちょっと前に声かけられた人のね話なんだけど、某ターミナル駅の周辺で、ここら辺なんかいい居酒屋とかありませんかって聞かれんのよ。うん、で、いや僕ちょっとよく知らないですとか言うと急に雑談になるの。あ、そうなんですね。いや僕たちもここら辺ちょっとあんまり来なくてわかんないんですよって。そうなんですねとかって。お仕事何されてるんですかって。あ、いやまあちょっと映像系の仕事ですけど。でおっさん二人だったんだけど、あ、そうなんですか、こいつ美大出身なんですよ、だからそういうのもやってたよなお前なとか言って。あ、やってます、やってました。そうなんですねとか言って。え、なんか僕たち気合いません、今度飲み行きましょうよっつって LINE 交換させられて、でなんか怪しいなと思って調べたらやっぱマルチなんだって。もう常套手段というか、まあ、やっぱ嫌いだね。申し訳ないけど、その仲良くしてる風に見せかけてこう結局お金のことしか考えてないみたいなのは嫌いかな。でなんかやっぱ俺さ、結構やっぱマルチにね誘われがちなんだよな。本当に年始にもさ、全然覚えてないような女性からさ、明けましておめでとうございますって、今度社会人で飲み会するんですけどよかったら来ませんかみたいな LINE 来て、で
あ、これはマルチだなと思いながらも、なんか今まではもう、なんだろう、勧誘受けるでもなく、俺は身を引いてたの。その人の LINE ブロックするとか。もうなんか、ここまで勧誘されると、どうやって人を洗脳まで導くのかなっていうのがすごい気になって、次は行こうと思って、で、あ、いいですよみたいな感じで俺返したので、何日と何日と何日候補あるんですけどいつがいいですかって言われて、いやちょっと忙しくてが分かんないんでいつでもいいですよって、とりあえず決まったら教えてくださいって返したんだけど、まあそっから返事はなくて、いやまあね、ちょっと最近オミクロンがね大変だから亡くなったのか、それとも俺がいついつ行けますって言えばよかったのか、いや行ってみたかったな、なんかちょっと洗脳受けてみたいなっていうのはね、もう逆にもうもはや洗脳受けてみて、あ、こうやって人を洗脳してくるんだっていうのは肌で感じたかったですよね、なんていう感じですかね。まあ基本的には嫌いな人ってのはいません。はい、ありがとうございました。まあ、これぐらいにしておきましょうかね。はい、ということで、眠れラジオこれぐらいにしておきましょう。これでも眠れないよという方に関しましてはね、シャッフル睡眠法の動画とか、まあ、あと僕の朗読の動画とか、あともう一本ラジオ聞くとかね、いろいろあるかと思いますので、ぜひともね、うちのチャンネルで楽しんでいっていただければなと思います。まあ、ヒーリング音楽この後も続きますので、このまま寝落ちしていただくという形でも大丈夫かなと思います。はい、ということで今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでした。おやすみなさい。